おはようございます。よし、今日は。おはようございます。おはようございます。うん、でも酒も飲めるよだって。あ、そう。もう飲んでいいですか。もう飲める。飲んでもいいって。よかったです。この御用松をやっていこうかなと。なんかイカダみたいになってますけど。うん、これをちょっと針金かけしていきたいなと思いますので頑張ります。久しぶりです。久しぶりのね。この木の特徴としては今いかだ作りみたいな感じで、うん、幹が横になってはいるんですけど、その中の枝が幹になっているような感じで、はい、つながっているんですけど、この木の欠点が今はこの幹の数が4冠なんです。でおそらくこれがあったんですね。これが5冠だったのが4冠になってしまっていて、うちで商品置いといても全然売れなかったやつなんですけど、これを針金をかけて、その際に1本落として3冠の盆栽にして、ちょっと景色を出していきたいなっていうふうに。1本落とす、はい、どれを落としますか。どれ落とすかな。どれ落としますか。嫌だなと思ったのは、はい、これがまっすぐですよね。そう、すごいいいところに。だけど親じゃないですか。ああ、だからそこで作れるかなっていうところ思いました。痛いところも疲れてしまって僕はこれをもう完全に落とそうと思っていたんですけど、もう後の木が全部同じ太さなんですよ、うん、だからシュッっていうのをなかなか作れず。そうですよね。ただまあ景色を楽しむ吹き流しみたいにしようかなっていう。なので、まあこれ全体を下ろしてこうやって、うん、これこっちにか立てるっていうか、もうこっちに完全にかぶしてくる。でこれがちょうどいい曲がりしてたんですよ、うん、帰る、うん、完全に右流れの吹き流しの木にできるんじゃないかなっていう目論見ですね。今ちょうど御用だから幹柔らかいんで、こんな割れるっていうことはないと思うんで、まあ、今しかないチャンスということでやっていきたいなと。なるほど。まあ、植え替えは正直今は今よかやるんなら夏場8月とかにやってあげた方がいいと思うんで、今日は針金かけだけ。分かりました。やっていきたいなと思います。今朝すごい。ありがとうございます。すごいね、キューさんもすっかりだけどプロの木だよ。できるのかなっていうのを思っちゃいましたね。なんかもうすごいっすよね。そうだからまずはちょっとここを掃除してあげて、ね、どうなってるかっていうのを見ていきたいなと、はい、悪いとこばっかり言ってるんで、はい、この木のいいところを逆に言うと破傷がいいっていうところですね。破傷がいい、僕の好きな。こういう破傷が好き、はい、うん、素直な破傷ですね。ツッサのねやつが好きって人ももちろんいるし、ちょっと なんとなく開いたやつが好きって人もいるし、爪レンゲじゃなくて、これは絹巻き草って聞いてたんだけど、うん、そういうのないっていうか、でもその名前的にああなんとここにね、絹巻いたみたいになるんですよ、この、はいはい、糸が、うん、いっぱいあるんですよ、はい、どんどん増えちゃってんで、はい、こういう感じになりました。だいぶかっこいいね。どう根、ね、ですよね、これね。そうですね。次に考えなきゃいけないのはどこ正面かなんですけど、ここでやるのはもうほんと無難なんですよ、そのまま。ちょっとこっちからやってもいいのかなとは思ったんだけど、そうすると入れる鉢に困っちゃうなっていう。なるほど。こういう木だからこそ横長のやつに入れなきゃいけないんで、なんか正面ってここまで幹が来てると変えづらい。ちょうどこの間から見えるっていう風なのがあるんで、とりあえずここで作っていこうかな。ここで、あ、ここじゃあもうこれ、はい、とりあえず影響が出てくるとこっち、まあ、こっちの方が細いんで、うん、こっちに影響出てくると怖いんで、少し長めにとりあえずは切ります。はい、あれあ、これ挿し木しましょう。挿し木刺さんないよ。で次に考えないといけないのはこれを持ってくるんだけど、こっちも仕上げないといけないんですよ、はい、それを先にちょっとどんどんやっていこうかなと思います、はい、引いてですね、こうやって。で一番下に来る枝はこれ、
その間にこれで、その上にこうやってかぶさってくるっていう風にやっていくんで、やりましょう、はい、で今この木の場合で言うと、ここを正面にするとこれが前に来すぎてるんです。で、ちょっと下に下ろすのと、これをもっと引きたいっていうのがあるんで、この辺からちょっと引っ張って、こういう風に。で、こっちを逆にこうやってグッとこの辺から上げていくっていう感じです。それも引っ張って、全部引っ張るときにこの辺にかけたいんで、先にこいつらの太い針金をかけた後に引っ張ると。引っ張る。後待ちどうだったんですか。どうだったんですか。どのぐらい出てたんですか。うちね、結構出させてもらいましたよ。1分半ぐらい出たかな。あ、そんなに出ない。1分ぐらい。そう、1分40秒ぐらい、1分20秒ぐらい。反響ありました。ラーメン屋行ったら言われました。そのラーメン屋さんも出てたんですけど。ああ、なるほど。どこ？たまり。おなじみたまり。おなじみたまりです。お宮来たら行ってみてください。なんとも言えないですよね。なんとも言えない。まあでも昔ながらの感じですよね。じゃあ、ここを引っ張っていきます。上どうですか。持っていきましょう。しっかり音を聞きながら、極端にやらなくてもいいと思うんで。ダメだと先が葉っぱ枯れてきます。折り音を聞きながらももちろんだし、やっぱ感触があるんですよ。あっていう、あっていうタイミングを折れる、やっぱ折れそうっていうのを見極める。そう、なんか、ね、一瞬柔らくなる時があるんですよ。急に同じ力なんだけど曲がりすぎたみたいな時は繊維が行きかけてるっていう合図なんで、一回こいつを保留にしてこっちを先にやっていこうって。これを寄せていくにあたって、この辺から引っ張ると希望のとこに行く過程で、この辺からだいたい裂けてくると思うんです。ここは硬いんだけど、この辺から柔らかくなっていて、こういくとこの辺からちょっとね、裂けていくのが感触的にあるんで、まずはここら辺から、もうそもそもから元からもう引っ張っていってあげて、下の方でももう寄ってるような感じにしてあげて、でなおかつ上も寄るっていう風に。なるほど。こいつ使ってゴムチューブ。これは網戸張り替え用品。そう、網戸の中に入れるんですよ。やったことないけど、網戸の中に、なんかね、隙間を埋めるやつ。私あれ使ってます。水槽の黒いチューブ。あれでもいいと思う。これを引くにあたって、ここで引っ張るのとここで引っ張るのってかかる力が違うんですよ。ここでかけちゃうと全然引っ張る力が弱いんです。だから単純にこの中でもなるべく高い位置の方が力はかかる。ただ見た目が悪いっていう、上の方だと見えないところでやってあげるのが本来ですからね。なるほど。結構怖いっすね、なんか。柔らかいですよね、今の時期は。やっぱりなるほど、感触が全然冬とこのぐらいか、ちょっとミシミシになったから。でももっと暑いよね、夏ね。エアコンが壊れました。え、だからつけてないの今日。あ、じゃあどう、車の。あ、車かい。やばいです。やばいね、車のエアコン。修理は修理行かないとやばい、ね、コンプレッサーが動いてない。コンプレッサーの修理、いや、取り付けだと思う。取り替えというか、いつも行ってる、こうカットできない作業してるから
つも行ってる車屋さんじゃできないって言われたから、うん、まあそう4万専門のとこ行かないとできないらしい。死んじゃうどうしましょう。一個いい情報を、ここで引っ張りたい時ってあるんですよ。ここじゃなくてここで引っ張りたい時はチューブに穴開けるんです。こうやってとここで結べるようになる。結べる？要は今のさっきの状態だとこうやってかけるじゃないですか。結べないんですよ、ここで。引っ張れない。なるほど。逆にできるってことだ。そう、下でねじってたやつを、そうそう、上でねじれる。こうするとここでねじれるよ、っていうのをやってみるとがありますと。あります。本当かわかんないけど、うん、シンジさんのやり方っていうのを聞いたことある。本当かわかんないけど、本当かわかんないけどね。本当聞いていきます。はい。こういう感じで、上で結べるようになるんですよ。なるほど。そうすると頭ももうちょい倒したくなってくるな。はい、とりあえず、はい、こんな感じで、はい、こうなってからちょっと枝抜きをしたかったので、うんうん、枝抜きをしていきますし、上とのバランスが今違うんですよ。こっちは枝が多いし、はい、こっちは少ないしっていう形なので、ただ本来はこっちの方が賑やかなの方が、うん、まあ、よりいいはいいので、少し多いのは上に合わせてバランス整えて、落としてあげるっていう。上もここを切らないといけないですよね。ここね、うんうん、これとこれですからね。このどっちかな。どっちかメインがこれなんですよ。このこいつら、はいはい、奥ですね、こいつですね、うん、なるのでなかなか抜けない枝も多いんです。うん、いつ貫抜きになってるのここ。はい。なのでこれはね抜けない。さすがに。これとこれなんですよ、貫抜きは。ああなるほどね。そう。ちょっとずれてると。これとこれは抜けないです今。はいはい。だから抜けないっていうのは寂しくなりすぎちゃう。カバーできなくなっちゃう。カバーできなくなっちゃう。必然的にこれがいらないというところで、はい、ね。この辺はなんとなくこんもりするように作る。他ないのかなと。ここですね。別にね多いんですよ、頭が。だからもうこの辺でいっちゃおうかなと。それでこれが頭になれば。それがこの木の頭ってことですね。そう。でこの辺を打ち流すのと。カバーするので、これで十分かなと思います。わかりませんでした。なんかね、葉っぱがいっぱいあって。これ、こういうの時って、これ差し枝みたいな感覚なんですかね。全体で見た時に、まあ、流れの元になる。そう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 。になる。そうそう。でも強さは上の方があった方がいい。差し枝。いやいや、そんなことないです。ただ、うん、こっちが寂しすぎるのプラス、ああなるほど、こっちが多すぎたんで、ちょっとバランス的にってことですね。そうそうそう。こういう木は下が埋まらないと上を下げてこれなくなっちゃうんで、まずは下からやっていきます。どうでもいい下からかけていきますね。あんまり影響されないであろうという、うん、寝切りに追われる昼間さんですね。前に出過ぎてる気がするんだよな。こっちにしよう。ちょっと説明してください。この枝が前に来すぎてるんですよ、うん、それだと主張が強すぎるんで、こっちの方が短いんですよ。これにもう完全に立て替えちゃって、逆にしちゃおうと思って。ご用に注意しないといけないポイントは、水を引っ張れないんですよ。要は今の全体の葉の量でこの木は成り立ってて、だから大きな剪定とか追い込みをするとめちゃくちゃ枝枯れすることが多くて、周りの枝が、そこがちょっと心配なんですけど。極力枝は切りたくないってこと？極端には今
端に切りたくなる。そうそう、バツッと太い大きなところを切った時にそれが影響出る場合があって、でさっきの ここを切ったのとかも結構こっちに影響が、ここも影響があるんで、一応だからこう長くしといたっていうのはそういう理由で、ここもちょっと長くしてるんですけど、これは一本の木としてじゃなくて、まあ、吹き流しなんで全体の雰囲気というかでやっていきましたね。こいつはとりあえず OK、はい、で次はこいつをこの辺に持っていきたい。これ本当はこうなんですよ、うん、枝の出としては、はい、ただ、これに被っちゃうっていうのもあるし、こいつもあるんで逆にこっちも少なくなっちゃうんで、これはこういう感じ。なるほど。でこれとこれをかけるんじゃなくて、これと上かけて、はい、これとこれをかけるっていう。なるほど。その理由はしっかりここをもっと短縮したいんです、こうやって下ろして、うんうん、でもここだけでやるよりもしっかりここをかけてあげないとダメなので、ここをかけずにここでやるってやると割と動きが制限されるんで、ここの微々たる差でもここから1個かけてあげることによって、効くようになる。効くようになる。これ持ってくるとかないかな。これがこのぐらいだったらね、作りやすそうな感じですね。全部間延びしてるんで、うん、これ切っちゃうかな。もう枯れそうな気がするんだよな。まあいいや、とりあえずこいつらはかけよう、はい、これを切った時はどうやって作るんだろうと思ったけど、なんか形になってきました。奥のやつがちょっと大きいですね、やっぱね。こうやって見ても奥はやっぱり、ね、ちっちゃくないといけないんです、本来セオリーで。そうですよね、奥行き出すのね。さっきこれで頭作ろうと思ったんだけど、なくしてもいい気がする。これと被ってるからね。いっちゃう。すっきりしたっすね。いいじゃないですか、うん、じゃあちょっと今のうちに結んでたやつを巻いておきます。巻く、はい、これあ、これか。これは何の意味があるんですか。まあ、一番は、見た目の問題なんですけど、プラスで言うとちょっとね、もう気持ち数ミリ寄るんですよ。こうなってるのがこうなるからもっときつく。ただこれやるのもある程度もう決まってからじゃやらないと、こうなっちゃったら緩めたい時緩めなくなっちゃったりとか、もっときつくしたい時も引っ張れなくなっちゃうんで、ある程度決まってからやるといいですね。なんか寄せた時の仕上げみたいな感じなんですかね。じゃあ最後に。そうですね。でこれも本当に細いやつでやっちゃうと、うん、力の加減で切れることあるんですよ。なるほど。だから思いっきり力かけたい時はやっぱちょっと太いのやる、うん、じゃないと切れたらね、もっともう一回最初からやり直しなんで、うん、そうですね。ただやっぱり一番には見栄えの問題がありますね、うん。これも結びすぎると根止めと一緒でブチって切れるんで、うん、基本導線ですね、これをやるの。アルミだったらやんなほうがいい。いや、やっていいけど切れちゃう。切れる。じゃあランチタイム。ランチタイム。ご飯終わって水やりも終わったので午後の部再開したいと思います、はい、で、ある程度荒掛けが全部終わっているので、あとは、細かいのを作って棚と枝をしっかり作っていきたいなというふうに思います。まあ、このぐらいになればどこからやってもいいんで結構止めちゃうんだ針金かけでもある程度整わないとね、動画にならないし ね。ちょっと、カントさんもう先取っちゃったからあれだけど T シャツこういうとこあります。後ろ前に来てますね。こういうとこあります。こういうとこありますね。着させられてるみたいなんですよあっちやばいっすよ。7月の19がカンタさんの誕生日ですので、皆さんプレゼントをぜひ
本当に来ちゃうんじゃないの。いや本当にこれ言って本当に来ないのが一番悲しいけどね。何のアニメを見てましたか皆さん。回してる時に急にそれ言われても、多分海外の人からしたら日本に住んでるのにドラゴンボールもワンピースも何も見てない非国民みたいな。非国民だよ、こんな恵まれた環境なの。だってみんな盆栽はないんだもん、日本に住んでてもね。確かにそうだね。はい、途中経過です。後ろの針金掛けが終わりました。終わりました。掛けは中でやってもいいんじゃないですかちょっと合間でこっち来て。暑いね、確かに。針金掛け中でやりますか。馬鹿正直にずっとここでやってるけどこの辺いくらでも。確かに涼しいところで針金掛けましょうか。できました。はい、一応ポイントとしてはこの、まあ、最初に4巻だったところを1つ枝を残し、落として、でこれをできるだけ寄せて、でこれが、まあ、種になるような形で作ったっていうのと、やっぱり奥行き感なので、一番やっぱ奥行き感っていうのを大切にしたかったので、これもしっかり見えるところを正面に作りました。でこれが流れの音になりますんで、少し強めな、うん、逆に、まあ、吹き流しのような形なので、こっちはもともと枝がなかったですからこれ以上はできないんですけど、まあ、これぐらい、ね、引っ込んでた方が流れはより強調できるのかなというふうに思います、うん、ポイントとしてはやっぱり枝数がそこまで今はなかったので、うん、一枝に対しての枝棚をしっかり作ってあげる、うん、ここはここみたいな、ここはここみたいな、でちょっとずらしてこれみたいな、上まで作ってあげることによって空間が生きてくるというか。最初ね、4巻の時から抜いてみて、はい、全然、はい、今嫌だったところはなくなって、そうですね、まっすぐだった道が、はい、すごいなんか形ができてる感じがします、ね。一体感も出たんだけど、うん、その中でもやっぱり棚を分けてあげることによって空間というかバランスというか、うん、やっぱり最初の状態だとごそっと1個だったじゃないですか、うん、それをピタッとしっかり棚を作ってあげることによって、まあ、木がより大きく見えますし、そういう世界が風景が出るんじゃないかなっていうふうに思います。あの状態だとどうしても木が小さく見えたりとか迫力に欠ける部分がありますけど、こういうふうにしっかり棚を作ってあげることによって、よりこっちの木が注目されて、でより木として迫力が増すんじゃないかなというふうに思います。で今後はこれがもっと目数が増えてきたら、より一層迫力も出ると思いますし、あとは多いところとか少ないところっていうのをバランスを今後変えていってあげて、うん、しっかりトータル的に、木として完成に向かっていくようにしてあげればいいかなと思います。なるほど。あとはこういうところですね、細かいところで言うと切ったところの処理とかは後で後々でやっていって、うん、こういうところもすぐ切るでもいいんですよ、抜くでも、うん、ただここにヤニが詰まってるんで、ヤニ吸わせてから切るっていう考え方もあって、ちょっと引っ掛けたかったので今そのままにしてますけど、で後々鉢変えてもいいでしょうし、うん、少し薄いやつで逆に平石とかに乗せても面白いかもしれないですね、うん、こういう根面やっぱり面白いですよね、うん、まあ全然格が違いますけど、こういう根面のやつで、ね、ボンビニマイコってやつがありますけども、マイコちゃん、ね、マイコちゃんもすごいあの、ね、景色が出てるやつで、もっと本数は相当多いんですけど、入れながら作ってみたっていう感じですね。なかなかでも根面なり売ってないですよね。だからね、面白いんですよ、これは。こういう素材があったら、やってみたらいいかも、やってみたらっていうふうに。だけど、2年ぐらい売れなかったかな、これいや、これで売れるんじゃない。ね、それだといいんですけど、あと今この状態だったら、ここ棚の枝が芽が増えて充実したら、もう結構完成な感じが、ね、いい気ですよね、まあ、本当に細かいこと言うとこのね、太さだっていう話になってきますけど、ただまあそういう気もあっていいんじゃないかなと。でも途中で見てたより後ろの枝のでかさは緩和された、まあでも、ね、潰しましたし、頭もちょっと下げたんで、
まあさすがですね。いやいや、もうこれを売ってあげるのが僕の仕事なので ね、これを作って終わりじゃないから。なるほど。売れなかったらもっともっと良くしていきますけど、そう、こいつの個性っていうのを生かしてあげるのが僕の仕事なんで、はい、この動きっていうのを生かした木を作るってことですね。素晴らしいです。いや、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます24歳頑張ります。はい、目標は、目標はイベントをやりたいですね。いい、24歳で、はい、いいイベントやってみんなに見てもらってバズりたいですね。バズりたい、はい、じゃあ皆さんいいね、高評価、リツイート等お願いします。はい、お願いします。さよなら、ありがとうございました。はい、どうも。先生高松めきり終わんないです、まだ目の量、目の量全バカですか。全バカです。いっぱい持ってらっしゃる。いやいやいや、これが終わんないから、なかなか見ないでください。動画が撮れないんです、これ終わんないから。出演が少ない理由はそうですね。ああ、来週、過去の、過去は、あ、これやっちゃったんですけど、過去動画でやったやつはまだ残ってるんで、それならできます。あれの目切りならまだ残ってます。やっぱり目切りです。やっぱり赤松の目切りになっちゃうんだけど、もうそろそろですからね。もうね、もう急がないと、急がないとね。はい、ありがとうございます。